佐賀地方裁判所と家庭裁判所の新しい所長に就任した小倉明弘さんがこのほど就任会見に臨み、結論を導いた理由をきちんと説明できるような判断をしたいと抱負を述べました。4月28日付で佐賀地方裁判所と家庭裁判所の所長に就任したのは小倉明弘さん56歳です。小倉さんは熊本県出身で、京都大学法学部を卒業後、大阪高裁の判事や大阪地裁判事部総括などを歴任し、主に刑事事件や少年事件を手掛けました。佐賀での勤務は今回が初めてです。少なくとも裁判にとって重要な正義というのは、まずもって当事者の主張をよく聞いた上で公平な立場から判断をするということだと思いますし、その判断をする上で筋を通した判断、つまり法令や法的原理を根拠しながら結論を導いた理由をきちんと説明できるような判断をしたいと。